こんにちは、トーベルのジョンです。今回の動画はですね、ビクトリアリーグ1部第2戦、対戦相手はガンバランバーホンポさんです。第1戦はですね、劇的な逆転勝利で収めたドーベルマン、勢いそのままに第2戦も勝っていきたいと思いますが、対戦相手にとんでもないピッチャーが現れました。剛腕ピッチャーを打ち崩せるのか、本編をぜひご覧ください。どうぞ。ドーベル TV。 まずは1回表、ガンバランバーホンポさんの攻撃です。先頭バッターが痛烈なレフト前ヒットを放ちます。レフトが後逸している隙にランナーが一気に駆け抜け、ホームに帰ってきました。後続は立ち、1点で抑えたドーベルマン。続いて現れたのが相手ピッチャーの剛腕投手です。聞いた話によると、日大三高、明治大学と野球エリート街道を歩んできた投手です。最速153キロ、軟式球界でも最速のピッチャーではないでしょうか。そしてドーベルマンは打ち崩せるのか。1回裏のドーベルマンの攻撃、先頭がファーストエラーで出塁します。軟式特有のキュルキュルのバウンド、どこに跳ねるか分かりません。続いてランナーを一塁に置き、2番、ファーストに痛烈な打球を放ちます。ファーストのグローブを突き破る強烈な打球で出塁します。続く3番、ワンストライクスリーボールと、ここでフォアボールを選び出塁します。ノーアウト満塁のチャンスで4番を迎えます。ここはピッチャーのナイスフィールディングでワンアウト満塁で、続く5番、またしてもピッチャーゴロ、間一髪アウトのナイスフィールディング、ツーアウトの満塁。なんとしても点数が欲しいドーベルマンですが、三振でスリーアウト。続く2回裏、ツーアウトでバッターは9番、なんとクルリンパと一周しても、なんとしてもヒットを打ちたい、執念のライト前ヒットで出塁します。ランナーが二塁に進み、ツーアウト二塁のチャンスで1番、またしてもピッチャーゴロ、なかなか点数が奪えません。回は進み、5回表、ガンバランバ本舗さんの攻撃、先頭がフォアボールで出塁します。続くバッターが打ち取られ、続く1番、またしてもフォアボールを選びます。続く2番、ワンアウト1・3塁、低めをうまく拾ってライト前にタイムリーを打たれてしまいます。
続いて5回裏ドーベルマンの攻撃、ワンアウトで先頭1番フォアボールを選び出塁します。ワンアウトランナー1塁で続く2番デッドボールをもらい出塁します。ワンアウト1、2塁で3番ライトへフライを打ち上げます。これがタッチアップとなりランナーが3塁に進みます。ツーアウト1、3塁のチャンスで4番なんとしてもここは点数が欲しいですが、剛速球の投手相手になかなか点が奪えません。回は進み7回表最終回、ガンバランバ本舗さんの攻撃、まずはデッドボールで出塁を許してしまいます。ノーアウトランナー1塁で2番またしてもタイムリーヒットを許してしまいます。ガンバランバ本舗さんが1点を追加します。続いてノーアウトランナー3塁で3番レフトに綺麗なタイムリーヒットを打たれてしまいます。ガンバランバ本舗さんまたしても1点追加です。続いてノーアウトランナー1塁で4番ここは見逃し三振でまずはワンアウト。続く5番ワンアウトランナー1塁エンドランを仕掛けて引きますがセカンドゴロでツーアウト。ツーアウトランナー二塁のチャンスで6番ピッチャーゴロでピンチをしのぎます。最終回7回裏ツーアウトバッターは1番意地を見せてドーベルマンでしたが最後は三振でゲームセットです。ドーベル TV いかがだったでしょうか。マックス150キロ超えの5番投手打ち崩すことができず負けてしまいました。ここまで速い投手はなかなか対戦することがないのでいい機会となりました。次こそは打ち崩したいと思います。リベンジお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いいたします。それではバイバイ。